あのー、昨日、昨日先輩と一緒にホラーゲーをしたんですけれど、そうめちゃめちゃ頼もしい先輩でね、引っ張っていただきながらって感じでした。でしたでした。そうそう、最後はね、なんか、私がさ、 あの、先輩もいるし、こうテンションが上がってて <laughs>、さ、あの、ちょっと、落ち着いてる感じだからさ、あの、わかんなかったかもないけど、あれでもめちゃめちゃテンション上がってって、で、それで、なんか、なんかめっちゃ、あの、アドレナリンドバドバだったからさ、先輩がどんくらい怖がってるのかがわかんなくて、 それで、うん、そば、そばにいてくれたら、うん。もうちょっと私がまれ頑れると思うんですよ。そば,そばにそばにいて、ちょっと本当に、な、な、涙が出てきてさ、うん、聞く。ま、うん、あー、そんな。あの、そばにそ、そばにいてくれないですか私の。もちろんですよ。行きますよ。駆けつけたい。今は、ちょっともも遠いから。 今日はまだけけないどもう一回やめて、ソファに行ってもう一回やれませんかえそソファにいてもう一回やりませんかそうしましょう。それでいいかもしれません。本当にそばに来てくれますか本当に行きます。ですかもしれません。 本当に、うん、そばにいてくれますか？もちろんです。ちょっと本当におフコラボ組んでいいですか？い <laughs> つ <laughs> の空間で一緒にあります。 的には全然まだ,まだまだまだいけるんじゃないかって感じだったからさえそんなにってなって <laughs> あっああそあそ,そんなにヤバいんですかってなってめっちゃ焦ったさ <laughs> あ焦ってさあ,あこれはまずいぞって思って。 すごい、ビビってて、あ、ビビ、なんかビビってるって言い方悪いかなでも、あの、ドキドキしてらっしゃって。そう。で、あの、配信終わった後に、少しお話ししてたんだけど、なんか、ちょっと放心状態になってて、先輩が。で、はぁ、あ、あ、ありがとうございました。さっき、先ほどはありがとうございました。って。あれ これ、5回目くらいの、ありがとうございました <laughs> ってなるくらい、そう、めっちゃ、方針、なんか、ほんとに、精神的に来てらっしゃった、ったみたいで、で、ちょっと、オフコラボの、日程調整しながら、お話しつつ、<laughs> 先輩が時々、はぁ、あ、ありがとうございました。 いや、いや、こちらこそ、ありがとうございます。<laughs> 手てやりりを。<laughs> 何度か、本当に4、5回くらいしてましたね。<laughs> 先輩、可愛かったです。<laughs> そう、すごく楽しくてね。めちゃめちゃ、笑ってました。<laughs> 楽しかった。 でも本当にドキドキして <laughs> 兄ちゃんねオフコラボも楽しみです。